バトルする仲間を選んでくれ。バトルする仲間を選んでくれ。修行の成果を始めました。7枚まで登録できると登録するキャラクターが決まったらチーム決定を。このチームで戦うなチーム決定だ。おい君と一緒に戦う。次にスーパーヒーローバトルアプリ、バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦争開始。敵が現れたぞ。準備はいいか。身のほど知らずだ。仲間のアビリティ発動だ。見せてやるよ。ラウンド1。仲間のアビリティ発動だ。ですよ。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃する。青いエリアで気力を回復だ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。君のチームの攻撃だ。バッチリ見せつけてやるぞ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。ガード成功。ボタンを押せ。ではラウンド2。アタッカーを消えるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。敵のアビリティ発動だ。見せて。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で敵のヒーローエナジーがダウンしたぞ。いい攻撃だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。敵のアビリティ発動だ。ラウンド3。バトルアプリ発動チャンス。使いたいバトルアプリを枠に入れてくれ。バトルアプリセット完了。仲間のアビリティ発動だ。
けてやる。アタッカーを消えるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、バトルアプリ効果発動。これでビビュー、はい、チェンジモード突入。一気に蹴りつけてやる。カードをこすって木を止めるんだ。なんか捕まってきた。変身したぞ。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。仲間のアビリティ発動だ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先頭だ。君のチームの攻撃だ。バッチリ見せつけてやるぞ。どうだ、右へボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。うわよし、ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。終わりだ。おめでとう、見事な勝利だ。やった、俺たちの勝ちだね。ここは今は通れなさそうだ。やったな、レアチケットだ。
バトルする仲間を選んでくれ。バトルする仲間を選ぶ。修行の成果を発揮するためにこのチームで戦うならチーム決定だ。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦争開始。今までの敵よりヤバそうだ。勇気を持って挑んでくれ。身のほど知らずだ。あれは天王玉だ。見せてほしいのね。電王玉は電王様が操作しているハイテクマシンだ。君のバトルを電王様に見てもらおう。このバトルに勝利するとスーパードラゴンボールがもらえるぞ。電王玉をアタッカーに持たせてバトルを有利に進めよう。またレベルに応じて電王玉の効果が強くなるぞ。電王様が喜ぶかっこいいアクションを決めるとバトルスターゲットで電王玉がレベルアップだ。仲間のアビリティ発動だ。ラウンドは仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。よし、発展決定。全王玉効果発動だ。楽しくなってきたのね。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。仲間のアビリティ発動だ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。君のチームの攻撃だ。バッチリ見せつけてやるぞ。エトミーエルだ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。やめろ。バトルスターゲット。相手になってやるぜ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。敵のアビリティ発動だ。ラウンド2。敵のアビリティ発動だ。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃。青い。よし、作戦決定。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。君のチームの攻撃だ。バッチリ見せつけてやるぞ。止めな。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。バトルスターセット。全王玉レベルがアップするぞ。仲間のアビリティ発動だ。
ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で敵のヒーローエナジーがダウンしたぞ。いい攻撃だ。バトルターゲット。KO。 スーパードラゴンボールを手に入れたぞ。まあ、これほどの強敵を倒すとは。やった、俺たちの勝ちだね。よく頑張ったな。